普通に友で行くか。そう、久々のペクスやな。ずっとエルデンリングやったから。え、ペクスって言った？え、なんて言った？俺頭おかしいな。まあ、ダイングライト2やってきます。で、そろそろゾンビのレベルタイム上がってくるんだよな。え、多分ストーリー的には終盤を迎えている気がする。暗殺とはクリケットで人を。もう終盤よ。あー、待って、あんなにも長かったのに。え、なんで生きてる？なんで生きてるのね。ずっとエルデンリングやってたからさ、もう脳みそがエルデンリングに侵されてるよ。よし、これがドロップキックね。オッケーオッケー。やっぱりその俺の、まあこれはちょっと雑談なんだけど、もう俺の目標としてはやっぱり一つのゲームを必ずクリアするっていうのが、まあ俺の今後の課題なんよね。いつも俺さ、途中でなんか諦めて終えちゃうことが多いから、ソロゲ見てる人はかわいそうなんよね。毎回なんか気になって、で、あの生殺しの状態で終えてるから毎回。ただエルデンリングはね、ちょっとむずいわ。ちょっと裏でやってるけどね、やっぱむずいよ、あのゲームは。裏でやっても難しい。保安の頼みで大聖堂行ってくる。どんなところだ？大聖堂？よく知らない。出るとは聞くけど。出るって何が？幽霊か？そう、それはさておき、大聖堂は何年も封鎖されてる。だけど残ってる足場を使って窓まで行ければ中には入れる。パルクールかまた。それでも保安のお使いに行くつもり？行ってみる。そう、勝手にすれば。こいつ何漁ってたんだ今。盗賊がいたけど。よし、大聖堂はパルクールゲーらしいから、もうこのまま突き進んでいくよ。なんかでも街がさ、最初と同じぐらいで、なんか街の汚さ最初と同じぐらいでね。まあちょっと大聖教とか、ああいうあった、ああいう歴史的建造物っぽいのはあるけど、最初にいた頃のさ、なんだっけ場所の名前、あ、バザールとかと形状はちょっと似てるよね。オッケー、聖パウロ大聖教到着しました。上登ってくよー。まあでもどうせなんか登っちまえばこっちのもんでしょ。多分屋上まで行けばこの黄色マーク目的にはつくでしょ。よいしょ。俺フックショットアンロックしてないよまだ。何それ。え、全然まだですね。まだ今後追加されていくっしょ。こっちかな。よいしょ。楽屋はパルクールの場所示してくれんの。オッケー、よーし。ここから入るのかな。で、下に行くと、まあ多分たくさんゾンビたちがいるんじゃないこれ。あ、でも ゾンビの気配はないな。え、そんなだな。これじゃあ下降りますか。アイテムないよね。いや待て、ちょっと裏上あさるか。よいしょ。うー、怖い。こういった上に限っていいアイテムが落ちてることがあるからさ。一応フラッシュライトつけとくか。言うてだな。ちょっとじゃあ、あっこまで行くか。よいしょ。あっ、よく来た、よそ者よ。やばいやばいやばい、バレた。ゾンビめっちゃいたわ、びっくりした。私は想像するのだ。何これ、脅し？とりあえず木開けとくか。うわ、めっちゃ感染されてるここ。しばしの想像に飽きたところで殺すのさ。ここで何があったんだ。ロックピックするか。おっさんが語ってたから。 いるのか。俺はエイデン、話がしたいだけだ。なんかドラえもんの大迷宮みたいな感じで脅しラジオがあったのかな。ここには近づくなよって。人はいない説ある。ただ今の返事にね、答えてないもんな。あ、いいねいいね。まあまあまああるんじゃない。ロックピック、ここもいいのありそう。とりあえず漁っちゃうか。オッケー。何もないんだけど。嘘、せっかく開けたのに。そんなことある。でも厳重だね、全部鍵かかってるわ、ロッカーにすら。こんぐらいかな。オッケー。え、
本当に何もない、そんなことある、嘘やろ、ないってことがあるんだ。ん、あ、なんかある、なんかある、ここもロックピックか。おい、どんだけロックピックあんねんこれ。厳重すぎにも程があるやろ。よし、開いた。多分あのボスも待ち構えてる、これ早くしないと。頼むよ、ここには会ってくれ。よし、来た。吸っとくか。うわ、緑色のところは気温ないパターンのやつ、これもしかして。緑色にはないパターンのやつですやん、これ。あ、でもこっち側にたくさんあるな。おーし、とりあえずクリスタルを集めよう。こういう探索はオープンワールドゲームの基本。 OK、 ここは開くのか。あ、開かないな。上登ったら入れるパターン、そんなこともないな。抜け道っぽいね。あ、ピッキングがはかどるって。よし、開いた。やべ、おもう緑二度と開けねえわ。緑多分ないわ、アイテム。クリスタルがあるな。ロックピックの時間返せー。さあ、さすがにこの人数のゾンビバレるのは面倒いからお邪魔しますと。大盛況で技術者を見つける。おい、ディスボス戦やんこれ絶対。 This is ボス戦マップなんだけど、 100% こんな広いところで戦ってください言うてるようなもんでしょ。ほら、応急キットとかも落ちてる。今からファイト始まるよー、そんな気がする。でもここでしばかれてるってことは何かしらのトラップがあるか、ボスがいるってことっしょ。あ、待って、なんかやべえ音聞こえる。ドッスンの音聞こえる、ドッスンの音が。おい、絶対ボス戦あるよー。ドッスンの音聞こえるって。みんな火炎瓶の準備はできたか。俺はできている。行くぞ。インヒビターコンテナ見つかった。いや、来るよー、お化け。お、カート、やべえ、来るぞボスが。やばいの来たー。逃げろ逃げろ、やめてやめてやめて、やり火炎ぐれ。レトとそのカートにひざまずくがいい。くらえ、火炎ぐらいくらえ。からの、よし、ここださあ来い。燃えてる燃えてる。燃えろ燃えろ、これが人間の戦い方だ、覚えておけ怪物。くらえ。そして、もう俺も容赦ないけどな。いたー、パワーアタックされた。クソ、久々に食らったなこれ。一回回復しとくか。邪魔や、お前、お前何もんや。よし、回復完了で、もう一個火炎ぐらい投げといて、で、ファインザホール。え、めっちゃなんかビクビクしてる、ずっとあいつ。オッケー、からのキリ。あ、いた、ちょっと食らった。さあ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 、これで炎で燃やしちゃって。おい、今やばい、え、死んだんだけど。え、ただ燃えただけなんだけど、レト君。ぬるま湯だわこんなん、ただ燃やすだけ。格闘という言葉が一切なかったね。消し炭になって死んだわこいつら。カート君残念だったね、炎耐性のあるゾンビじゃないから。なんか楽ゲーだなこれ。よし、開けまーす。カート君こんにちは、いるかな。あれ、カート君、カート君逃げちゃったかな。よいしょ、
これもパルクール要素っぽいな。よし、ここにもあるね。アイテム取って、これ、え、開かないこれ、あ、これこうやって開けんの。癖強いな。こっちになんかバッグなかったっけ。そういえばある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 。隠れてた隠れてた。え、いや、嘘、え、この当たり判定、いや、ギリギリアイテムあさりないんだけど。え、アイテム消えた、待って。え、このギリギリを狙うのが難しすぎて。あ、来た来た来た。え、だる。なんだ今のゾンビの音は。大丈夫か。勘弁してくれよ。もうさっきのレトっていうボスが現れるのは。なんかあいつも魔改造人間っぽかったけどね。魔改造ボスで、これ登って、登って、あ、インフィニターあるっぽいよ。で、ここまで登ったけど、何もありませんよと。なんだよ、せっかくここまで登ったのに。この先もなんかボスの香りがする。お邪魔しまーす。お、お、うわ、なんだこの、うわー、出た、ギミック系だ。お、お前がカートか。あんたに仕事がある。ならサプライズをくれてやる。この部屋がお気に召すかな。ここでお前は永遠の眠りにつくのだ。おい、最高だ。いや、ビリビリ系だ。動力源を見つけないと。この動力を切ればいいのか。はいはいはい。まあまあ、謎解き系だね。毎回毎回。あ、わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。めっちゃわかりやすいわ。あ、脱出できないようになってる。なんだと？どこかに隙があるんじゃないか、これ。これ、出ようとしたらビリビリで死んじゃうから。ん？あ、これ抜くっぽいな。ケーブル抜きまーす。で、これで終わりじゃね？うん。おっとっと。逃げろ逃げろ。これはもうダッシュゲーでしょ。え、まだか。これゾンビたちしばかないといけない系。動力源抑えたけど、なるほどな。じゃあまずこいつらから始末するか、全員。パワーアタック、パワーヘッド、潰して潰して潰しまくる。オッケー、ゾンビ潰した。聞いてくれ。で、ここで通れるから、今からケーブルしばきに行くって感じか。お、寝てるやついるね。まあ、こいつらはガン無視で良さそうだな。あ、一生食らってるやついる。あ、かわいそうかわいそう。後ろ取っちゃうか。なあ、おい、どこにいる。助かれ愚か者。死んでった UV ライトで。で、これ引き抜いたらまた多分モンスターが現れてくると思うけど、この2番の上登るんだろうな、きっと。気づかれたからこれ上登る。オッケーオッケー。やべやべやべ、超ゾンビの音が聞こえる。はい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 、向こう側か。邪魔や。あ、ほとんどビリビリやなこれ。こっちから行くのかな。あ、こっちから行く感じじゃない。これジャンプして、で、もう一回ジャンプして登っていくと。で、このケーブルも抜くっしょ、3番キーで抜いたらこっち側登れると思うんだよね。向かう同じルートかな。こう行って、よし、邪魔や、ゾンビども。あ、もう一匹来た。走る系ゾンビ大変なんだよな、相手すんの。 OK、 倒した。ふう、あ、おいしいおいしいおいしい。で、向こう行く感じだ。よいしょ。で、このケーブルをたどっていくと、レトを殺した。他に何を望む。あのモンスター仕向けたのお前だけどな。あれ殺しちゃいけなかったらしい。愛着持ったのか。そんなやつを戦場に駆り立てるなんて。あ、ここっぽくない。あと4番これ抜く。 OK、 抜いた。どこにいるんだ。まだっすかこれ、まだ続くの。ブチ切れた。俺に構うな、分かったか。
こっちかな。さっきこう行ってこう行ったから次こっちかな多分。これちょっと大変なパルクールやね。探しながらだから。あーここっぺ。ショルダーアタックからの踏みつぶし。よし、このショルダーアタックと踏みつぶしのコンボ強えんだよな。あ、なんかいる、なんかいる、めっちゃいるわ。ほら、どけ。ショルダーアタック、あ、できなかった。ショルダーアタック、 OK、 2人潰して、で、これ片方、あ、くそ、ヘッドできなかった。ドロップキック、まあ、ぬるゲーですな、ここは。で、向こう側に多分電力があるから、これも無力化って感じかな。よいしょ。おーい、だるいてー。よいしょ。で、こっち行って、こっち行くと。で、登って。パルクール班って意外と緩いからね、案外いけるんだよな、ちゃんと。危な。で、次がここ入ってって、さっきここにボス、ボスじゃねえ、モンスターがいたから、このまま通り抜けていく。インヒビターコンテナ、まあ向こう側か。よいしょ。で、こうかな。結構いた。よし、あ、こいつら UV ライトだわ。 UV ライトで反応してる。 OK。 さすがにこれで終わりっぽいけどな。よし、電源切りまーす。これでどうよ。 OK、 電力落とした。早いとこ行くか。やばい、なんかゾンビの声が聞こえた。ゾンビめっちゃクルンとちゃいますこれ。あー、めっちゃいる、めっちゃいる。だが、しかしこれガン無視でいけるはず。 OK、 いける。あぶねー、本当にアリ地獄のように死ぬとこだったね。で、こっちかな。カートくん、どこかな。おしゃれなとこ住んでんな、大聖堂に住むなんてエモいな。よいしょ、こっちかな。で、越えてって、さあここからどうするんだ。あー、多分ここをと、この照明を越えていくわけではなさそうだ。こっちか。いいとこにパルクール要素あるね。登ってくれと言わんばかりに。よいしょ。で、シンプルにここ上がる感じかな。よし、 OK。 あ、いいね、たくさんアイテムある。あさっとくか、ちょっくら拝借。あ、ハードか、いいよ、挑戦してやるよ。だ、ここだな。はい、ロックピックのプロ。お、アイテム美味しいね。ん、インベントリーにないだと。マジか、そんなに今お腹いっぱいか。何がダメなんだ、これがダメなのか。あ、取れたわ、腕時計。さあ行くか。お、おるや、おっさん。おーい、俺は好戦的な人間じゃないぞ。あ、くそ、逃げられた。待て、逃げるんじゃねえ。追い回す系のイベントはもうこりごりだ。よいしょ。ここにはアイテムが、あ、あるわ、ロックピックノーマル。まあ多分待ってくれてるっしょ、カートくん。俺がこうやってのんびりしててもチェックポイントが何かで待ってるっしょ、一生。そうやったらこうやってアイテム先に回収しますと。あ、なんかザ・隙間みたいなのがあった今。インフィダーコンテナ48m か、遠いな。この辺りはなさそうだ。なんかさ、がっつりここ入ってください隙間ない。あ、ないわ。
だからあそこ入ってください感じだったけどね今。あ、なんか上あるぞ。これ上がれる？無理そうか。あ、いけそうなんだけどねこれ。いけそういけそう、めっちゃいけそうなんだけど。あ、ダメだ、拒否られてるわ。じゃあこれは普通に正規ルートやな。おー、いい眺め。危ない、そんなとこで殴らないで。え、めっちゃ瞬間移動するんだけどあいつ、うざっ。くそ、やられたな。いいとこまで逃げんね。待て、こっち漁らせてくれ。まあ、だからどうせ待ってくれるっしょ。それよりかはこういうパルクールして絶対美味しいアイテムあるでしょ、こういったところに。俺はそれを信じる。待て、一応これ下ろしとくか。え、待て、これで終わり。え、そんな嘘だろ、これで終わりかよ。行くしかねえなこれ。釜のとこ登れそうだった、マジか。ちょっとカート君待ってて、ちょっとカート君待っててね。そういうことか、あの上にインヒビターあるぞ絶対。ちょ、カート君には少し待っててもろて。あ、でもインヒビターの反応なくなったぞ。なるほどね、こういうことか。わかりづらくはないか。まあ普通に分かったルートではあったね。 OK、 登ってで上がっていくと、もう落ちたら一巻の終わりよ。でこっちかな、で飛んで、これ坂ちゃんかな。 OK、 よーし登った。ででよ、何かありますかねアイテム。一つだけ崩れている銅像がある。え、何もないパターンあるぞこれ。危なっ、ここ登るとか。超高いとこまで来たけど何もなかったら泣くでー。一応行っちゃう上まで行くか、確かここ登れるはず。オッケー、登れた。あー怖っ、怖い怖い、すげえ怖い。なんか上ありそうじゃないこれ。ちょっと行くしかねえな。登れるここ。あ、いける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 、これ絶対上なんかあるって。ここまで登らせといてね、何もないわけがないでしょ。何もないおい、ざけんなって。ここまで登ってそれはねえで、嘘だろ、何もないって。え、だるいって、得たものは眺めだったわ。くっそ、もうこれチョックでいくか。そんなことある、この上はないかな。景色がご褒美、だるいって。いいって、そんな嫌がらせみたいなことしなくて。このゲームまで俺をいじめないでくれ、これ以上この上にはないな。くそ、聞く、あそこ、ま、あそこだけか。おとなしく降りよ。あー、ここから飛んで行ける場所があるとか。あー、確かにありそうやな。まあ今日は一緒、行くぜ。本当に景色だけだったわ。ほらカート出てこい、ちょっと時間かかってすまんな。あ、研究室っぽい。おお、カードやめてくれ、お前と争う気に。殺せよ、息子には俺は戦士として死んだと伝えろ。一体何言ってるんだ。さあ殺せ、お前あの女の資格だろ。女の資格、誰だろう。さっきからの話だ、こっちは頼みがあってきたんだ。あ、じゃあお前は追っ手じゃないのか。違う、話がしたいだけだ。危ねえ、ぶち殺すとかだった。エンジニアだろ。俺にはカートっていう名前がある。要件は何だ。盗聴器のことを聞く。古い盗聴器を修理してほしい。それだけだ。
それだけだと？あのな、手を貸す義理なんてないぞ。本気か？殺せとは言っといて。確かにな。まだ取り下げてないぞ。殺せ、さもなくば失せろ。お前の問題だと知ったことか、赤の他人だってのに。なんか熱いやつかと思ったけど、そんなことはなかったわ。そう、カートを狙ってる人物に聞くか。その女ってやつ。殺してる女っていうのはバジーナ・デンタータ。あそこに牙を持つ女は、俺の玉を皿にもろうとしてるアバズルだ。怖すぎ。これで通じるか。なるほど、力になれると思う。相手のことを分かってないようだな。下にいたやつは倒したが。レトか、あんなのスピーカー付きのプードルに過ぎないね。カートの素性を聞く。あんた何者だ。俺は泥に埋もれた宝石だ。俺は国を持たぬ王だ。俺は肉で作られた悲劇だ。手強いな。息子がいるんだって。他のもんと同様奪われちまったがな。そりゃ辛いだろうな。この町で唾を吐けば大抵愛するものを失った人間に当たるんだ。よし、もう一度要件を言ってみろ。この盗聴器を直してくれるのか。でも修理がいる。ただでとは言わない。はあ、部品がないと無理だな。どんな部品だ。配線が腐食してる。北の塔から代わりを持ってこい。軍が。なるほどね。どこにある。雨風をしのげる場所にあるはずだ。アンテナの下の箱を探せ。わかった。報酬は何がいい。それは後にしよう。サプライズってことで。サプライズは好きじゃないんだが。頑張りな。待てよ、嫌な予感がする。もしかしてそんなことないよな。あそことか勘弁してくれよ。あ、どこ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 。北の塔、北の塔どこ。え、嘘だろ。さっき登ったとこだって。ここだる。もう一度っすか。ここは何だったんだ。この国一の業界だ。中にはそんなことある。と言われていた。俺はここに10年近く暮らしているが、そんなあったことがない。もう一回登るんですか、僕。まあいいや、まあ登り方は分かったから別に悩むことはない。ただ同じ行動を2回するのがだるすぎるだけ。俺はそのレベリングが苦手っていうのもあってからか、こういう同じ行動を2回するのが本当に苦手なんだよね。いや、夜になっちゃう、夜になっちゃう。早いところ到着しないとな。それにしてもきついな。すごいだろう。建築の奇跡、人類の異常の頂点。これぞ我らが祖先の栄光だ。ここか、やっぱり。それを今お前は猿のごとく登っている。そうだよ、猿だよ俺は。お、これか。あった。なんか盗聴器がついてた。お見事。マークがついてるわ。え、フリーメイソンじゃね。俺は頑固でね。うん、お前は使えそうだな。戻ってこい。よし、戻ります。いいんですよね、戻って。戻っていいんですよね。行くか。よいしょ。これは陰謀が、この大聖堂には陰謀がありそうだ。つまりやべえってこと。お邪魔しまーす。ただいま。なんかアイテムないかな。あ、なんか降りる系のやつがある。ここも俺の拠点になるのか、もしかして。メモがある。他にはなさそうだな。あ、若干隠れたアイテムがあるぐらいか。ごめんね、この横でね、ちょっと泥棒をさせてもらうわ。で、他はなさそう。なんか上ありそう。だいたいこういった上に物があるんですわ。おっと。あ、なんか透明な壁があるわ。ダメだわ。ほら、持ってきたぞ、カート。よし、少し待ってろ。おいっす。ん、なんか来そうだな。早っ。どうだ。大した作業じゃない。おお、めっちゃ綺麗になってる。サプライズって何が欲しいんだ。どうせ俺の役に立つものなど出せんだろう。
なんだって？俺はな、ただ人が飲み食いして眠るだけの世界に生きてるプログラマーだ。そんな男が喜ぶものは豚の皮か酒瓶5本かサプライズ。それはな、お前との友情だ。おー、熱い男やな。光栄だ。なるほど、確かに驚いた。ちょっと頭おかしいやつだけど、光栄だよ。俺の罠をくぐり抜け、守りを突破した。うん。エーデン、互いを信じようじゃないか。報酬はそれだ。わかった、カード。めっちゃねだられるかと思ったけど、大丈夫そうだったね。人情豊かな人間やな。まあ、完全に俺のこと殺そうとしたけどな。でもこれで、いいね、ここはセーフゾーンになったってわけだ。で、これ誰かと話す系かな。あ、目標が決まった決まった。一回、まあでも夕方だから行けるか。保安に報告する。よし、行こうか。保安か。カートが盗聴器を直してくれた。やれると思ってたよ。けど話に聞いてた以上にぶっ飛んだ男だったな。だろ、ギリギリ踏みとどまってる。俺が孤独を嫌うのはああはなりたくないからだ。次はなるほどね。ではダメだ。船に来い、俺の部屋へ。了解。ちょっとその前にインヒビーターコンテナが近いらしいから、ちょっと境界制圧するか。一旦夜になるまで待とうぜ。ちょっとタバコ吸わせて。夜まで待つ。あれ、朝になってる。いつまにか。あれ、あ、19時からだから。お、夜遅いって。まだ夕方やって。ちょっとせっかくだからみんなにこの綺麗な大聖堂の景色でも見せるか。あ、やばいやばい。あー、ペットボトルが落ちた。あ、でも夜だからこそ攻略するべきなのか。確かに思った。夜だからこそ攻略すべきだわ。あ、そうだ、ウクライナ問題についての話なんだけどさ、普通にラストやってたらロシア人おったわ。全然おった。で、やばかったわ。なんかなんかロシアナンバーワンとか言ってた。やばかった。なんかウクライナナンバーツー、ロシアナンバーワンとか言ってるロシア人おったわ。怖かった、あれ。あ、インフィーターあった。こういうことね。ハイトップだから服か。パッド入りハイトップだ。これだな。これ捨てるか。ただこれで回収できるかな。 OK、 回収完了。洋服をゲットしたよ。でもまああんま変わらんか。ロッカーのジャケットの方はレベル高いな。うん、なんか そんなだったわ。あとこっち側にもなんかあるから。あー、これか。ここのアイテムだけ漁っちゃうって感じかな。 OK、 じゃあこれはね、一旦おっちゃんのとこまで行くか。さあ、朝にするか。よし。ちょっと気になるんだけどね、ここ。どうやって下降りるんだろうって。え、めっちゃ気にならない、これ。え、行っていいのかな、これ。オッケー、行くか。よいしょー。わ、怖い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 。こういう感じ。こうやって降りるんだ、ここ。あ、でもなんか箱がめっちゃあるじゃん。箱がすげえある。あさるか。なるほどね。こういうボーナスステージみたいなのがあるんだ。これは助かるな。ズボンか。貴重品だって。そんなお腹いっぱい今アイテム。こういうの落としとくか、いらんから。ちょっともったいないけど、まあ言うて、まあレアアイテムってわけじゃないし、そんなね、あんまね、売れねえんだよな、どちらにせよ。で、バッグはパンパンなわけ。うわ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 。
け回収した。汚ね。あね、装備って売ってもね、お金になんないんだよ、あんまり。貴重品系の方がね、ありがたいんだよな、実は。いいね。きつめのハイトップ、いいじゃん。こうかな。もうちょっとひ、あー、最悪。ただ左なのは分かったから、この後こんぐらいかな。よし。ちょっと左側だったね。お、まだまだあるね、アイテムが。ちょ、こいつだけ縛っとくか。ふう、見てみんな、俺のロックピックのさ、才能を開花してない今。よし、で、これで、あとは、この奥側にもないかのチェックだけして、そしたら出るか。こういう祭壇とかになんかアイテムありそうやけどな。ないのかな。なさそう。こういうの気になっちゃうんだよな。あー、でもここ最初侵入したとこっぽいな。こっち行けない？あ、行けたわ。案外行けるんだな。結構ご利用しで、まあ無理っぽいなーと思ったけど、いけたわ。よし、で、これ外出ちゃおう。よし、で、で、そうだ、P キーのところ戻るんだ。あ、俺、ファストトラベルできるわ。ラッキー。儲けた、儲けた。簡単に見えるけど、難しい。ああ、難しい。いやー。なんかね、もうパルクールのスキルをめちゃんこ解除して、なんか攻撃系のスキルめっちゃ解除したら、このゲーム全然楽だよ。普通に。いや、なんかね、もうエルデンリーグやっちゃってるから、全部が簡単に感じてしまう。っていうのが今発生してるから、なんとも言えない。だけど、最初がちょっと難しいかな。で、ボス戦になればなるほど難しくなってる。で、やっぱ焦る後、ゾンビに追われてると。あとはもう火炎瓶ゲーです、このゲーム。オッケー、では近、あ、待って、アイテム先に売っちゃうか。よう。おお、3220、こんな売れるんだ。で、売却で、まあ、この辺りは全部売っちゃうかな。安いゴレベ武器系は全部売っちゃうわ。この辺りは売っちゃって、で、火炎瓶も結構、まあ、デコイは残しとくか。服も、紫以下は全部売るか。で、応急キット、免疫ブースターはちょっと買っておくか。あとは言うて必要なさそうだね。OK、戻り行こう。ちょっと持ち物もすっきりしたから、またアイテムあさりたくさんできますわ。よーし、いけすかねえ男の家到着。おいーす。ほら、治ったぞ。ほわん。声がでかい。壁に耳ありって言うだろ。これは何だと思う？キャビア？これは三段階。あ、違うわ。狩猟用の。あ、キャビアだ。合ってるわ。ほら。残念。こいつは卵だ、エイデン。ずいぶん小さい鶏だな。魚の卵だ。え、正確にはチョウザメ。エイデン、キャビア知らないの？機械さんだ。本物のキャビアはこれで最後らしい。口の中でとろけるぞ。下に残るは黒い波、遥か異国の海の味だ。そんな美味しいのかな。この絵は美しいものや出来事で溢れてる。あと、麗しの少年少女もな。だが心に遊びがないと気づけない。生きることしか考えてないやつには、例えばマット少佐とかだな。まあいい、いただこう。 UV ライトは用意した。なぜ電気が来てないところにライトがいるのか、マットに聞けたか？いや、全然。やつはどうやって自爆作戦を実行する？それが知りたい。これでマットに連絡しろ。 UV ライトはテレビ局で渡すと。マット、ライトが準備できた。了解だ、エイデン。よくやってくれた。
保安に振り回されてないか。相当振り回されてます。電気のないテレビ局に行ってどうする。これ聞くか。テレビ局には電気がないと聞いた。ライトなんて持ってって意味があるのか。保安がごねてるのか。心配しなくていい。保安、扱いは心得てる。さすがだな。狂犬病の犬を近寄らせるなよ。噛もうとしてきたら安楽死させてやる。エイデン、直接作戦を説明したい。アンテナを奪う方法についてだ。お、準備でき次第連絡する。ああ、了解。結局聞けなかったな。分かったろ、問答無用なんだ。無線から目を離すな。話し合いの連絡はすぐに来るぞ。オッケー、大聖堂のストーリーはクリアしたと。お、いいね、ブレードアックス3レベか。いらないんだよな。放送作戦、新たなストーリーが展開されていく。じゃあもうどんどんストーリーいっちゃうか。レベルアップしたね。そうだな、なんかいいスキルないかな。これいいな。敵がめっちゃいる時のこの風車強くない？これちょっと解除するか。パルクールも解除できるっぽいから、そうだな、結構スキルもほとんど解除しちゃってるからね。そんななんだよな。別にめちゃんこ必要なものがそんなないっていう。スライディングでも解除すっか。 OK、 よし、戦闘スキル系も解除した。さあということで、今からマットが待つテレビ局まで行くのかな。でそこで放送作戦っていうのを行うらしい。あ、マットの連絡を待つらしい。まずはとりあえず UV ライトは確認したからね。で電気のない放送でなんでこんなことするみたいな疑問がひしめいているけど、今後どうなっていくのか、まあ、楽しみですね。おい、ピースキーパーあんなとこにいんのに何しとんねん。他の奴ら助けてやるよ、仲間を。あ、待って、見て、みんな火炎瓶強化できるわ。ちょ、火炎瓶強化しまーす。タールがないのか。え、何これ。え、どういうこと。え、マトリョシカされてんだけど俺一人だけ。